はい、どうも、ちゃんです。今回なんですけども、今回は GU で新作のセーターが販売されたんで、今回は GU の新作セーターを紹介していこうと思います。今回紹介する商品がこちらね、今着てるこのセーターでございます。このセーターなんですけど、グオゲージノルディックセーターかっこ長袖、色はネイビーの商品になっております。こちらの商品、まず色展開から紹介していくんですけど、色展開はベージュとネイビーの2色展開になっております。僕が今着てるのはネイビーなんですけど、このネイビーとベージュ色の2色展開になってるんですけど、僕が着用してるサイズが M サイズですね。僕の身長は170センチなんですけど、170センチで M サイズでこんな感じですね。手回りとかもこんな感じでちょっとダボってしてるくらいですね。こちらのお値段が2990円になっております。GU のセーターって結構3000円4000円ぐらいのものが多いと思うんですけど、今回のね、新作のセーターは過去一と言ってもいいぐらい、なかなかにこのセーターはおすすめな商品かなって思います。これから秋が来るんで、セーターとかを集めたりすると思うんですけど、 GU とかに行ってこのセーターね、1枚でも持っておくと結構ね、着こなしも万能だし、プチプラだし、古着系とかにも合わせれるし、いろんなねコーデができると思うんで、ぜひねこのセーターね、ベージュかネイビーどっちかの色1枚はね持っていた方がいいかなって思います。デザインはねこんな感じですね。ここら辺は何もないんですけど、ここにねこういうデザインが入ってて、古着感が強めですね。デザインもこんな感じのデザインですね。はい、ということでこれから何個かコーデ組んでいくんで、そちらをね紹介していきたいと思います。はい、ということでこれが1コーデ目です。今回紹介するコーデは軽く簡単なコーデを組んでいこうかなと思います。このコーデのポイントは古着感が強めのコーデになってるんですけど、このパンツは古着屋で買ったコーデュロイパンツのねブラウンの色なんですけど、ネイビーのトップスに下をブラウンで合わせることによって少し大人っぽい色合いになってるんですけど、ニットにコーデュロイパンツを合わせるってかなりベーシックなコーデだと思うんですけど、今回このコーデを組んでみました。このパンツは古着屋で買ったんですけど、 GU にもいろんな色のコーデュロイパンツがあったんで、 GU のパンツでも全然合わせれるかなって思います。パンツの色はホワイトのコーデュロイパンツとかでも普通にいい感じに合うかなって僕は思うんですけど、本当にこのセーターは何でも合うっていうか、本当に着回しが万能だなっていうふうに思います。ということで1コーデ目はこんな感じでした。もう1コーデ組むんですけど、次は古着感がないコーデを組んでみたいかなって思います。こちらが2コーデ目です。このコーデはデニムに合わせてるんですけど、デニムでも全然いい感じのコーデですよね。さっきのコーデは太いパンツだったんで古着感が強めかなと思うんですけど、今回のねパンツはデニムなんで、あまり太くないパンツだから結構ニットにデニムって僕合うと思うんですけど、トップスがちょっとねダボってしてる分、下のデニムで引き締めるっていう感じでメリハリをつけたねコーデになっております。近くで見るとデザインはこんな感じですね。本当にこのニットはめちゃくちゃ可愛いアイテムかなと思います。ということでね、今回は簡単なコーデをね2個紹介したんですけど、このセーターを使ってルックブックを撮るんでね、そちらでもう少し詳しくコーデ紹介しようかなと思うんで、そちらもご視聴お願いします。はい、ということで今回は GU の新作ニットの商品紹介でした。今回ね2個コーデ紹介したんですけど、今度このアイテムを使ってルックブックの撮影をしようと思うんで、ぜひねそちらも見ていただけたらなって思います。本当にねこのセーターね、これからの季節1枚ねあってもいいんじゃないかなと思うんでね、ぜひ GU に行って皆さん買ってみてください。ということで今回はこの動画は以上になります。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。 Instagram、TikTok、Twitter もやってるんで、ぜひそちらもフォローお願いします。それでは次の動画でバイバイ。